ございます。オープンコースウェア、これは3年ほど前に美濃先生から最初に実態はあまり知りませんで、教育部の MIT のご紹介、そういうのもそれに乗って兄弟も事業の様子をですね、認可しようと、大変いいことだと思いました。ついついと次のセッションを見ますと、たくさんの人がありますが、あまり長話で3点申し上げたいと思います。一つは、先ほど本日の人が、土佐さんが原稿を用意してて、私のところではこの紙一枚です。しかも白黒コピーで、私見たら挨拶書いてあるんですね。大体こっちだなと思ったんですけど、大体大木先生がおっしゃるだろう、要するにちょっと来させたらいいということで参りました。どの主人で言いましても、私のところには原稿来ないんです。大体原稿通り喋らないから、あいつはもうしょうがないことになったのかもしれませんが、そんなことで失礼なこと申し上げるかもしれませんが、教育を世の中に出すことが、そういうことをおっしゃったら大変いいことだと思います。私もオープンコースウェアなんですけども、多分広い意味では教育はカルチャーでしょう、特にカルチャーウェアだと思っておりますけれども、広い意味でその世の中に教材が発するカルチャー、あるいは考え方を出していくという非常にいい窓口だと思います。それから MIT が話しかけられたことで、それ今賛同して教材に参加したんですが、この今日お話しされた方々、文化は英語で語ってるというふうに思いますけれども、できるだけ国際語でやっぱりやっていく努力を、少しずつ伝えていけば、将来もそんなからも見えるんじゃないかというふうに思います。ぜひお願いしたいと思います。私ももう強制的に美濃先生から頼まれて、英語のコースの態度と合わせてやってみると意外と面白いです。ぜひお願いしたいと思います。最後、切り替わりの品の話をおっしゃいましたが、財務担当は金がないから、一本にしたらという話を最近言われましたけども、実は相続の発案です。やっぱりある程度一生懸命やって、アクセスを増やしてほしい、大江先生の強い思いでございますので、年間最多賞に非常に高い、10万円もするパランティを上げたら、励みの方をおっしゃっていました。私は賛成いたしました。以上でございます。